ネクロスを反対から読むと、スロクネー。というわけで、皆さん、日付見てください。今日は、2018年1月10日です。この日は、ちょうど1年前に、この俺、ネクロスさ、待ってな、この俺、ネクロスが、ゲーム実況を始めた日にちでして、ちょうど今日で1年となります。ネクロスが、1歳になりましたね。ようやく1歳ですわ。というわけで、1年前、ちょうど1年前に始めたんが、まあ、このゼルダの伝説、スカイウォードソードなんで、1年経ったから、もう一回最初からやろう。というわけで、やっていくんですが、これ、辛口と、普通の旅のしおりあるけど、どうしようかな。この辛口9っていうのは、俺が小学校の時にやってたデータ。とりあえず、ストーリーもちゃんと見たいから、間違ってスキップせんように、新しい旅のお尻で行くか。名前どうする？そう、前回は、1年前、ちょうど1年前は、もうこのままリンクでやったんよ。今回変えようか。なんかいい名前ないかな。悩むな、これ何文字？ 1,2,3,4,5,6,7,8 文字か。俺のネーミングセンス光るところやな。あえてもネクロスっていう手もあり。あえてネクロスっていうのもあり。いや、実際さ、名前ネクロスにしてやったんって、実際のところはモンハンダブルクロス。でもモンハンダブルクロスの名前なんか全く関係ないから、実際名前ネクロスってやったのドラクエ11だけなんよ。しかもその時ドラクエ11って英語ないから、結局英語で、俺の本名英語やから、本名じゃないけど、ガチでこうネクロスってやったことがないんよ。これ小文字できへんの？あるわ。だからもう、ネクロスにするわ。文字数足りるやろ。これ。これで行くか、あえて。なんか、ダサい気もするけど。始まった。ふぅ、ちなみに、見たらわかるけど、今回は、普通の実況プレイではないから。格が違うから、そこら辺の実況者とは。懐かしいなぁ。ちょうど1年前もこの実況やったなぁ。ちょうど1年前やからなぁ。スカオが懐かしいわ。さすがに。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ。25周年アニバーサリー。というわけで、スカイ・ウォード・ソードが出たんが、2011年に出たんですけど、その2011年っていうのは、ゼルダの伝説が、発売してから初期のゼルダの伝説が発売してから25周年。っていう感じですね。もう懐かしい、これ。1年前やった、懐かしすぎ。さすがに懐かしすぎて、背中から翼生えてきたわ。いつやってもゼルダっていいな。多分ね、ゼルダの中でスカイウォードソードが一番好きなんよ。まあ、一番最初にやったゲームやからやねん。っていうのもあるけど。だからそう、一番好きなゲームやからこそ、最初にやったって感じやろ多分。スカオが好きなんよ、俺は。ここでメインヒロインゼルダですね。あーもうこの時点で楽しい。あー楽しい。もうムービー見るだけで楽しいもん。これがゼルダよ。あれチョコボールのキューちゃんに似てるな。はい、イケメン。すぐイケメン。ネクロス、目覚めの時が来ました。あ、意外と英語いいかも。まもなく、大いなる運命があなたの元を訪れるでしょう。目覚めの時です。さあ皆さん、窓に注目、窓。窓に注目。今チラッと見えたけど、この鳥、どうやってこれ扉開けた？扉、窓？どうやって窓開けた？それ。
さすがゼルダのロフトバード。あんな異次元なこともできるんか。さすがやね。おねぼうさんのあなたのことだから、この手紙が、きっとこの手紙が届くまで寝ていたと思います。当たった？おはようネクロス。今日はいよいよ鳥乗りの日ね。今朝の約束覚えてる？ゼルダより。クソリア充しやがってうえー。というわけで、始まった騎士学校。確かここにゴルピーがあったんよね。この SE がもう懐かしすぎるわ、さすがに。この服装よ。で、最初にチラって言ったんですけど、この実況プレイはただの実況プレイじゃないって言ったんですが、すぐにあらわになりますよ。このまま外に出ると、リンクの故郷となる場所、スカイロフトに到着ですね。到着ってか、に出ますね。もうスカイロフトも懐かしい。これよ。これがスカイウォードソードよ。スカイロフト。いいねー。スカオいいねー。さあ、チュートリアルが終わったところで、ここで、他の実況者とは違う実況の、理由ですね。まずはセーブします。まずはセーブしますって。ちょっと日本語おかしいけど、何が違うかっていうと、バグ技を使う。そこが、みんなの実況者と一番違うところ。まあ、ゼルダ実況者めちゃんこおるけど、バグ技使ってんの俺ぐらいじゃね？知らんけど。はい、まずバグ技。失敗。うわー！あー、やばいなー。そろそろ死んじゃうなー。うわー、死んじゃったコンティニュー、まあ、続けるを押した瞬間に、リセット。すると、なんと、あら不思議。タイトル画面に、主人公が現れましたね。主人公、リンクが。おっと、これはどういうことだ？このまま、後ろに行きまーす。ちょっとラグいけど。このまま、こっちに行きましょう。で、スタミナ管理にも気をつけて、で、あれ？扉閉まってるってわけで落ちまーす。で、さっきの場所落ちると、ちょっとぼーっとしてて黙ってたからちょっとカットしてるけど、そこの場所落ちると、この門のところに、来ること、この門の奥側に来ることができます。ここで、バグ技なんですが、鳥のモニュメント、調べるときに、こうすることによって、このように指が、二つ出てきます。で、セーブすると始めるを同時。セーブしました。すると、あら不思議。なんか、BGM ないし、なんか、外白いし、あれなんかおかしいな。ちょっと、ゼルダのところ会いに行ってみる？あれ頑張りの見ないな。あれなんか、あれ女神像の下なんか開いてるけど。なんだこれは。ちょ、行ってみるか、とりあえず。っていうわけで、さっきのバグ使うと、開始2、3分で、女神の剣を、ゲットすることができると。早すぎー。で、こっからちょっとバグります。ムービーが、本来先に来るムービーを後にしてしまうとバグが発生します。女神の剣を手に入れた神々しい光を帯びた神秘の剣。なんだろうな、これは。なんかよくわかんねえな。はい。なんかいきなりなんかおるけど。誰だこれ。承認完了しました。マスター。いや、誰ですか？いきなり。え？誰ですか？マイマスター、ネクロス。誰ですか？誰ですか？もしやと思うとおうだが、いきなりなんかエスパータイプみたいなこと言い出したんですけど、お前であったかネクロス。この部屋、聖なる剣の間に現れると予言されていた若者は、なんか勝手に穴開いてたけど。ここは、伝説の女神様が我ら人間のために残された部屋だと伝えられておる。
限られた者のみ口伝にて受け継がれる言葉とともにな。女神の剣、輝きしとき、大いなる災い蘇らん。しかして恐るることなかれ、我導きし和光と聖なる場にその姿を現せり。中二病みたいなこと言うな。ちょ、噛んでまうやろ。数日前のことが、数日前のことだ。長年密かにお守りしてきたその剣が、淡き光を帯び始めた。その光を見たときは我が目を疑ったが、よもや、己の代で予言が実、現実のものになろうとは、夢にも思っておらんのだよ。おらんなんだよ。なんか変な言い方すんの、お前。言いにくいんじゃ。口伝の通りだな。和光道を導きし者、剣よりいでり。その者、幼なき姿なれど、万物の断りに立ちし存在なり。なんか知らんおじさんと知らん女の子が言いますけど。やはり人の口伝という伝達手段は信頼に足るものではありません。あなたの祖先が受け継いだ言葉から多くの情報が欠落しています。導きの剣を抜きし和光度。女神に選ばれし強き魂の持ち主なあり。大いなる災いの影を、晴らす定めを与えられた運命の子。剣の精を携え、雲を越え、空を渡り、巫女と共に強き光で大地を蘇らさん。何のことかな、これは。なんか階層っぽいけど、あれこんなシーン見てない気がするな。あれれ？マスターは我が創造主であられる女神様から託された使命を果たすため、そして巫女と、ゼルダ様と再び巡り合うため、遥かな地、雲海を越えたその向こうに広がる世界。ゼルダ様と再び巡り合う。ゼルダと再び巡り合うってなんか運命的な感じしますけど、あれ？すぐそこに待ってる気がするけど。大地に向かわねばなりません。大地ってなんじゃろうな。しかし我らにとって大地は禁断の世界。降りるためには、眼下に広がる雲海を越えねばならん。だがあの雲を誰一人として通り抜けた、それは、地上へ降りるための道筋が記された石板です。それをこの部屋の台座にはめ込むのです。ドラクエ7みたい。緑宝珠の石板を手に入れた重い石で作られたかなり古いものだ。マスター、まずは部屋の奥に飾られている紋章にスカイウォードを当ててください。スカイウォードとは、先ほどマスターが剣を天井に向けて掲げられた時に、刃に溜まった力のことです。スカイウォードを貯めた後、紋章に向けて剣を振るのです。で、ここでちょっとバグります。何もしてないよ。もっかいムービー入ると。で、剣がないけど、なんかちょっと光ってる。あれなんか出てきた。あれさっきの子じゃない？なんか、いかにも今出てきましたみたいな感じですけど。なんか、いきなり、はじめまして、みたいな挨拶ですけど。さっきおったよ。はい、それが私に与えられしな。いや、さっきおった時に最初に言ってくれてもよかった気がするけど、なんで後から？時の向こう、遥かな過去から大いなる使命を背負いし、あなたのために。ファイは、そのためだけに作られた存在なのです。どうぞその剣を、その手に。あれ？背中に背負ってる気がするけど。我が創造主に選ばれしお方、ネクロス。剣がないよ。いや、もう背中にあるよ。あれ？不可解の夢。私という突然の存在。親しい人物の安否が知れない状況。状況を分析すれば、あなたのその反応も無理はありません。では、ファイから進言いたしましょう。この助言は、あなたの気持ちを変化させる可能性の高いものです。あなたの探すお方、ゼルダ様の命は失われていません。そらそうやろ。だって、さっき、今朝、手紙来たもん。何を言ってんだ、この子は。いきなりなんか出てきてさ。あの巫女も、
ゼルダ様もあなたと同じく大いなる使命を託されし定めのお方。ゆえに、あなたが巫女との再会を望むのならば、あなたはこの剣を手にするべきです。持ってるってもう、すでに持っとるわって。いや、背中にあるわって。いかがですか？お気持ちに変化は。これ以上の言葉は不要と判断します。どうか我が創造主の命に従い、その手で剣を脱ぎ天に掲げてください。あれ？さっきやった気がするけど。気のせいですか？というわけで長い長いムービーが終わります。このままスカイウォード当ててしまうと、詰みます。リンクのロフトバードが永遠にいなくなるっていうバグが発生するんで、ちょうどけ。お前のデブはどうでもいいや。このまま行ってしまうと詰んでしまうんで、このまま外に行きましょう。するとゼルダが待ってくれているはず。こっち向いてたな、今。あれなんか閉まってるな。あれさっき開いてた気がすんねんけどな。気のせいかな。はい、剣持ってる。普通はありえないよ。女神のしもべに導かれし和光と空と大地を結び光をもたらす。なんかさっきファイとかいう女の子がゼルダ様は運命のお方とか言ってたけど、全然普通におるやん。私のロフトバートはネクロス起こした？約束忘れてたんでしょ？ねえ、見て。この、私の服とこの楽器。今日の鳥のりの儀の儀式で使う女神様役の道具なの。装具か。装具なの。すごいでしょ。特にこの楽器。伝説の女神様がこれと同じものを持っていたらしいの。本当に綺麗な音が鳴るのよ。お父様に聞いたんだけど、この楽器はハープっていう名前なんだって。それに、この衣装も素敵でしょ？肩のショールは私が作ったの。これも今日の儀式で使うのよ。ハープと衣装で今日の私は伝説の女神様、ネクロスに一番に見てほしくて来てもらったの。え、似合ってる？まあ当然一番上で、よく似合ってる。ゼルダ、儀式の準備はもう済んだのか？あ、お父様。あ、さっきのおじさんやん。おう、ネクロスも来ておったか。さすがのネボスケも今日ばかりはきちんと起きられたというわけだ。お前が今日の鳥乗りの儀で優勝すれば女神様役のゼルダと共に儀式に参加できる。頑張るのだな。それなんだけど、お父様聞いて。ネクロスったら最近ほとんど鳥乗りの練習をしてないのよ。たまにロフトバードに乗ってもぼんやり飛んでるだけだし、素早く機敏に鳥を操れないと優勝なんてできないのに。まあそう怒るな、ゼルダ。鳥乗りの儀は人と鳥の絆や技量が、試される場。お前のように簡単に優勝などできん。確かにネクロスは普段あまり真面目に練習してはおらんようだが、幼き頃からずっと見ているお前にも分かっておるだろう。ネクロス、そして共にはおる、あのロフトバードの特別な結びつきを。我々、スカイロフトの民には必ず己と対になる鳥がおる。それはみんなが、みながか、女神様からの、加護である守護鳥をロフトバードを授かるがゆえよ。この女神像の前で、みなが幼き頃に一人一人、それぞれの鳥と出会う。無論お前たちもそうであったが、ネクロスには他のものと異なるところがあった。それは、ネクロスの元に来たロフトバードが非常に珍しい絶滅したはずの紅族であったということ。ネクロスとあの赤き鳥は不思議な、縁で結ばれている。不可思議か。ゼルダよ、お前は覚えておるかの？幼き頃出会ったばかりのネクロスたちを。初めての出会いから修練も経ずに、軽やかに空を舞い、見事に心が通じ合っておった。わしはよく覚えておるよ。それはもう幼き頃のお前が嫉妬でむくれてしまうほどの仲であったとな。
まあそのように鳥と、心を通わせるネクロスを妬む者もわずかにおるようだが、変わった人生を歩む者には必ずついて回るやっかみというやつよ、いうものようか。お父様、笑ってる場合じゃないわ。今日の、鳥乗りの儀は騎士学校の課題試験を兼ねているのよ。鳥乗りの儀に試験に真面目に参加しなかったら評価だってしてもらえない。留年ですね、留年。そうなったらネクロス、騎士になれないのよ。わかったわかった。少し落ち着きなさい、ゼルダ。まったくお前はいつもネクロスのこととなると。ネクロス、とにかく少しでも練習しておきましょう。こっちに来て、さあ。さあ、ここからいつもみたいにダイビングしてロフトバードを呼んで、鳥の練りはもう少しなんだから、今だけは真面目にやってちょうだい。え、なんですって、ロフトバードを感じられない。ロフトバードって感じるもんなん。もうさっきのお父様の話に乗っかってごまかすつもりなの？お願いだからちゃんと練習して。じゃあ行ってらっしゃーい。ネクロス、早く下を押してロフトバードを呼ぶのよ。ロフトバードが、今夜だが。大変！ネクロス、しっかり捕まって。捕まるもクソもないやろ。思いっきりわしづかみされてるけど。お前たち、大丈夫か？ごめんね、無理な飛び方させちゃって、どこも怪我してない？それにしても、ネクロスのロフトバードはどうしたのかの？主が呼んでも姿を現さんとは。ネクロスよ、お前はまだロフトバードを感じられぬのか？まもなく鳥乗りの、ネクロス、さっきのことは本当だったのね。ごめんなさい。私はもう少しこの子を休ませていくから、あなたは自分のロフトバードを探しに行って。おう、こんな時間か。今年の鳥の儀の担当は確かホーネル先生であったな。ネクロスよ、このことをホーネル先生に相談しても、してべべべべべ。お父様、ホーネル先生に相談しても結局は、先生は結局、校長のお父様に話を持ってこられると思うわ。おお、さすが我が娘。その通りだな。では、この件はわしがホーネル先生に説明しよう。ネクロスよ、彼にわしの来るよ、部屋に来るように伝えてくれ。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。この時点で剣を持っていることは絶対にありえません。これはまあバグ技の おかげやな。こんな感じでバグ技どんどん使っていくんで、まあ結構、っていうバグ技とかもあるんで、まあ見てくれたらなと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。